第20代総選挙は、大韓民国の立法府である国会を構成する議員を改選するため、2016年4月13日に行われた選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて20回目となる。大韓民国では、選挙回数について、大回ではなく、代々と数え、名称も、総選挙ではなく、総選と表記するのが一般的である。 国会議員の任期4年が満了したことに伴い、行われた選挙である。今回の総選挙は、任期3年目となる僕、クネ大統領の政権運営に対する評価を示す、選挙となった。そして与党である、セヌリ党が過半数を回復できるか否か、最大野党である、共に民主党の前身である、新政治民主連合を離党した、ア安シ州が結成した、国民の党が、 院内交渉団体の結成に必要な20議席以上を引き続き維持できるかも焦点となった。選挙の結果、与党が対象するという正解やメディアの当初予想を覆し、与党、セヌギ党が過半数を大きく割り込み惨敗共に民主党や国民の党など野党が議席の3分の2を掌握する結果となり、十六年ぶりに与党が議会で少数勢力に転落する。 予想や大の状況が出現した。前科者の候補者問題が過半数を超えていたことも問題になった。前回の総選挙までは、金庫系以上の重さの前科が公開基準だったが、選挙前の2012年の公職選挙法改正で、罰金100万ウォン以上の罪の前科記録が公開されるようになった。立候補登録期限の最終日の立候補登録したものを含まずに、 前科者の候補者は、前回の2012年の国会議員総選挙、候補者の186人の記録を上回る253人いた。前回当選した者のうち、国会の会期中に政治資金問題などで23人が国会議員として失職しているなど、議員の道徳の欠落を問題視する声もある。2016年の候補者のうち前回4番以上の候補は15人。 全1十番も一人。共に民主党候補には学生運動による全科もあったが、詐欺、公文書偽造、賄賂、脅迫による全科持ちが多数いた。兵役義務を果たしていない者の,の割合は、韓国の一般人の割合より高く、男性候補者583人に対して17%に上る102人だった。今回は候補者の4割が詐欺、横領。 飲酒運転、暴行、窃盗、殺人未遂など善科を持っている者がいるため、順法精神に欠けておきながら、立候補する態度を批判が、韓国世論に起きている。253の地域区には934名が、比例代表には21政党から合わせて158人が、立候補した。この結果、地域区における、 競争率は3月25日時点で3.73倍となり、前回選挙の3.76倍を若干下回る結果となった。また、政党別では、与党である、セヌリ党が248名と、最多、野党は共に、民主党が235名、国民の党が173名、正義党が53名、無所属は137名。 各選挙区別で最も高い競争率を記録したのは10名が立候補登録したソウル市小6。最初は、セヌリ島候補1名のみが立候補登録した、継承南道東へ、片上選挙区で小選挙区制が導入された第13代、総選挙以降初めての無投票当選となった。女性候補者は、地域区で98名、比例代表では75名が立候補した。 選挙の結果、与党、セヌギ党は目標に掲げていた、過半数の確保に、失敗、さらに122議席に大きく、議席を減らし、第一党の地位も失い惨敗。共に、民主党は地盤である全羅南道、全羅北道の選挙区のほとんど、州公衆広域市のすべての選挙区で国民の党に、奪われ3議席に留まったが、首都圏などで勝利し議会第一党となる123。 議席に大きく、議席を増やした。国民の党は、目標としていた20議席を大きく上回る38議席を確保し、キャスティングボートを握ることに成功した。正義党は1議席増の6議席となった。無所属は、親牧区根系議員と対立しせぬり党を離党したゆ、寸民など11人が当選した。選挙前に議席を有していたキリスト教授優党と、 民主党は議席を失った。なお、投票率は58.0%で、前回総選挙を3.7%上回った。共に、民主党背塗り党国民の党正義党、無所属補欠選挙繰り上げ当選。ありがとうございます。